みなさんこんばんはなんか今日はめっちゃ綺麗今日もめっちゃ綺麗な <laughs> こんばんは これは須田さんのお下がりワンピースです着ちゃったわ今日来ちゃったわなんか今日暖かさそうだったので着たんですけど普通に夜寒くてこのこのこの竹寒かったブルーボトルコーヒーの行列すごいらしい免疫とかにたまに出てる時もすごい行列だからあのこの行列が落ち着いたら行きたいと思いますそう あね、28時間テレビが見れるようになったので皆さんよかったら見てください「髪で寝る気でいたけど見なくなっちゃったの、ね」ので眠くなったらちゃんと寝てね」いや名古屋も比較的あったかかったんですけどはいうん戸田さんの服入ってますけど ご飯も今日はもりもり食べたのでもう結構きつきつですオールしてみてましただってありがとう嬉しいですぺこりぺこりどんどん綺麗になるねありがとうございますミッドナイトは楽曲カットなの <laughs> そうなんだリアルタイムで見れてよかった昨日は結構 あののー、遅かった寝るの <laughs> 起床まであと 4, 4時間やばい絶対寝た方がいい三丸さん体調崩して唇の皮が全部めくれたってやばい無理しないでほしいですね中坂さんはマジ花粉症か黄砂か何かと戦ってずっとくしゃみが止まらないここ3日間くらいどうしたらいいんだって感じえストタネいいよねなんか なんか最近めっちゃ外はねしてるやんって思われてると思うんですけど理由があってあのもう後ろがねこ,うここら辺がもう全部こう肩に当たるというか首に当たるというかでなんか内巻きにしても跳ねちゃうんですよだからもう自然と外から生やとき跳ねさせとけばいいかと思ってそう跳ねさせてますマスクをすると違うんじゃない マスクしてて生きてるよ毎日マスクしてるでもくしゃみが止まらないそれでもなんかいつもは2連ちゃんとかだったのに最近は3連ちゃんなのミッドナイトのやりがたりがり屋さんではずっとなかちゃんが思い出されてたあのリハーサルを劇場で見てたんですけど踊ってた一緒に「突然のキスはあイやイやたやれる」 たまにアイアイアイや」「泣き寄せるその腕にしがみついた」って踊ってました。振り出した目にアイアイアイアや」「もっともっとアイアイアイや」「頑張りすぎのやりたがり屋さ」ん 私のなんかドド見てなかったのにどういう風の吹き回し私遊ばれているのかなもしもそうだってヘイヘイ嘘で構わない今はどこの誰よりあなたの近くにいる <laughs> 踊れるのまだみんながミッドナイトに呼ばれるといいね今日は「お月様が綺麗ええー、見る見るねどこの方角にある今月。 コッペ亭さんの新作見ました。揚げ揚げクリームパン見た見た見た。美味しそうだった。でも絶対カロリー爆弾。食べたーい。中 <laughs> ちゃんミッドナイト似合わなさそうということで。その通り !11、12のシャメ会の衣装って決まってますか ?5 月11、12は、なんか決まってた気がする。<laughs> なんかさ、決まってたよ。大人か赤坂と、せいあれだ、セーラー服じゃない。 チャイナと12が決まってないのか服が決めなきゃねでも7部かな赤のれんさんにする予定なんですよねそう7部赤のれんさんにして8級何にしようでも座りなんですよだからなんか頭つけようかなとか考えたりうさぎさんとかさあと豚さんの着ぐるみ着ようかなみたいなサメ着てるから豚着ようかなとか思ったりしてます考え中今なんか なんかありますリクエストいつだったかの大みそかのアンダー1 9コインよかったな懐かしいね猫縁はちょっとさ,さ,さ暑,い暑い暑い暑 <laughs> い789変えたいよねかだなんからだかあの中坂の想像力ではもう限界なのであ12の7分のみ見て12の89は何ですか私予定着替えれそう 着替えます。鬼に、鬼急ぎ着替えます。M V の日もある。M V の日もあるね。あ、分かんない分かんない。あ、五月一日福ミニスカ M V M V。五月に大人かさかチャイナチャイナ。あ、十二日決まってるじゃん。 あ関東の幕張幕張のツーショットが決まってないのかチャイナはあの帰ってきてないピンクチャイナ姫丹とお揃いなので <laughs> あの帰ってきてないピンクチャイナですありがとう教えてくれてつぼみからのブルーベリーの早替えの方がドキドキします毎回ドキドキしてる 今日は行けるかな今日は行けるかなっていう気持ちでいっぱいですそうそうこんばんはチャイナかけには確定でもそれくらい可愛いチャイナなのだからみんなに見に来てほしいツーショットは一応買います予定だって嬉しいありがとうございます今日こそはポストしたいからみんな幕張のお洋服決めて みんな幕張のお洋服決めて、見に来ちゃいなそう。今ツーショット会やってますよ。ぜひ。来ませんか。幕張まだ行けます。まあ、ちかちゃん配信終わり、二十一時四十分から、あずあず配信で見ます。じゃ、あこの残り五分くらい、おなかさがみゆちゃんのところで。あのー、過ごしてください。 グランパスのユニフォームはね着るんですよツーショットでは着ないんだけどどっかで来ます愛知県あの最後の幕張最後のエキスポで着ます着ます,着ます幕張は6月1516であります透けてたやりたがり屋さんにしよう衣装借りれないんだ MV のしかそう 岐阜はさの自分の持ってないからグランパスのは自分の名前入りのやつを切るので去年のやつなんですけど推しの配信抜けて推しの配信見に来ましたありがとうサックスやばい吹けるんですかグリーンフィールドはなしです誰も会いに来ないでしょグリーンフィールドの。 なんかちゃんおすすめでも赤のれんさんのお洋服着たいなって思ってますなんか東海は全部ね服決まってたんだよね中坂さんは今日のサッカー見ますか今日のサッカーって何時からですか気になってたんですよ FC 岐阜のホッケーシャツはもうゲットしました <laughs> 選ばれたのは中坂でしたシャキーンありがとうございます チケット概要何も発表されてないけど福岡行く準備万端になったよありがとう23時キックオフ今日は絶対見て応援しますなぜなら今日負けたらもうオリンピックがオリンピックがってなっちゃうからもう今日はもう家でガチ応援しますそう土曜日の「鉄」なかなり前目でした契約ティーム記名でいきます記名してください ちゃん赤のれんでレイも赤のれん限定にするとかはないのですかいや皆さんが赤のれんを着て来てくれたらそれはもちろん嬉しいですけど <laughs> どうですか今ホッケーシャツ流行りなんですよだってグランパスのホッケーシャツも可愛かったし岐阜も可愛かったしあの藤枝もめっちゃ可愛かったんですよ <laughs>。そうホッケーシャツ流行ってます。 やかのれんさんのお洋服をあのまだ買いに行けてなくて持ってないんですよ自分でだからその洋服着れるって保証がなくてそう靴下でもいいですか靴下も嬉しいよ5月12の7分の件あるわ待ってますね トレードプロだけど土曜日の鉄ナーは自信がないピン待ってるよ赤のれんさんと分かる服あるのないですねなんか赤のれんさんは普通にお洋服屋さんなのであの皆さんがお洋服普段着るようなお洋服が売ってるので、はい、まあ、でもそういう服の方がやっぱ皆さんは着やすくて日常使いしやすいのではないですか髪伸びてきたよね切りたいんだよね 6月15の7部は生誕お揃いになりますねそう生誕ティー来たいからさみんな生誕ティー絶対に着てきてね次のルヴァン三ツ沢でグランパス戦だよ土平日のナイターはさー結構キビンよ <laughs> 土平日ナイターは結構キビンよでもね普通に三ツ沢は行きたいのでも泊まりじゃん絶対帰ってこれるかな横浜ならギリ帰ってこれるのかな日帰りで行けるなら行きたいよお待ちでも無理じゃない 無理じゃないわかんない行きたいけどねままさかさんからのお許しがでん <laughs> 絶対でんギリ間に合うあギリ間に合うんだそう誕生日後だからさみんなさ絶対にさあれしてください <laughs> 6月15日の幕張メッセのツーショット会は部ごとに衣装変えるの変えたいと思ってるのでも衣装案が思い浮かばないからみんないい衣装案をください <laughs> そうえ新幹線乗れるんだえー、じゃあ要検討やな悩みます <laughs> 持っていく服多そうねでもキャリー新しく買いたいからまあギリありみたいな衣装着れないんですよ MV のしかごめんねーそう赤のれ、ね、ん黒ミニスカシースルーはかなりやりたがり屋さんっぽいでというかみんなそのやりたがり屋さんの中坂が好きなんですか <laughs> 赤のれんとユニフォームじゃ足らんのかユニフォームは着るんですよ他のあれで他の日に着るから幕張でも名古屋でも着るんですよだからもうちょっと他の日程に増やせないかなって思ってますにゃん6月15日以前は聖誕ティーぐらいにコスプレーとなってましたそれですそれですなうそれですだから聖誕ティー着てください皆さん一日聖誕ティーでもいいのよ <laughs> <laughs> そうそうえば今日のテレビブロスさんに中坂乗ってるんですけど皆さんゲットしてくれましたか中坂はもう買いに行きましたよ皆さんはゲットしてくれましたよねもちろん。 一三一三ですってということで、わーなんかいいね。コスプレはどういう系とかの方向性はある？なんかいろいろ考えてて、なんかいろいろ調べてて気になってるのはあの悪魔かわいいなって怖悪魔みたいでかわいいなって思ってます。うんでもあんまりいいのが思い浮かばないです。何がいいかな。なんかさ。 振り切るとハロウィンっぽくなっちゃうからそこが難しいんですよねハロウィン感は出したくない下り合ってるよそう。 わ調べてくれてる人いるスクショしとこ平日だよなんか中坂の気持ちはもちろん行きたいままさかがマジで絶対に許してくれないままさかままさかアンチ <laughs> j スコスって何やねん <laughs> j スコスって何ですかわかんない <laughs> えー、何に何がいいかにゃん天使はちょっと今のところあんまやるつもりないです泊まりじゃなくても許してくれんのいや許してもらえないと思いますよ平日ですからねあの許してもらえない理由といたしましてなんですけど中坂さんのママ坂さんはとにかく 結構過保護というか心配症なんですよだからこう駅まで迎えに来てくれたりするんですね私のことでも平日に、あのー、行くとお母さんたちが次の日仕事なのに夜中に帰ってくるとお母さんたちはその時間まで起きてなきゃいけないわけじゃないですか。でなるとやっぱ大変なのであ,のあ,ん、まあんま乗ってくれないんですよね平日のナイターは <laughs>。優しいでしょ そうだからあのー、基本的にあんま許可出ない平日ナイターは基本ままさかと一緒に行ってたのでアウェイナイターは結構マジで絶対に出ない <laughs> 絶対に許可出ないよもうすぐ誕生日だしルンルンとかダメかな 誕生日といえば誕生日の日に広島ピースウィングスタジアムで代表戦があるのでね皆さんよかったら行ってみてください二十歳ぐらいまで甘えておこう甘える甘える。 可愛い,い子には旅をさせよって言いますやんって説得しよいやもう何度もそれでいろんなところに行かしてもらってるのでもう新潟もあの小田原もアジスタもギリギリで行かしてもらってるんで <laughs> そんな感じですお仕事ないです今週は結構ゆったり1週間。 ゆったり過ごしてます毎日だからだからなのかわかんないけどねルンルンルンですルぬ父親の立場からするとご両親が過保護になる気持ちわかりますパパ坂は全然過保護じゃないですあ行けばみたいな感じパパ坂さんはなんか「行けば?」みたいな感じ <laughs> 切ないきます待ってますパパ坂さんも絶対迎えに来てくれます今日はいい服着て何したの友達と遊んでた <laughs> あの友達がすごい忙しいのでなかなか会えなかったんですけど会いました

大人になったねって言われた。爽やかだねって言われた。<laughs> 爽やかとは。そう。中坂が持ってるお洋服の中だったら、多分高い方だと思います。<laughs> はい、とてもね、あの着心地がすごくいいんですよ。もう須田さんの匂いとかも、もう取れちゃったんですけど。 着心地がとてもよくて私はこの洋服あの結構一長ラです <laughs> そう中日ビルのコーヒー飲んでないです時には s ーを離れて友達と遊ぶのはとてもいいですねそうなんですよなんかいい 気分転換になりました <laughs>。明日は何しようかなって感じ。眉毛サロンに行きたくてこう。絶好の眉毛伸ばしチャンスなんですけど、今眉毛サロンに行きたいんだけど、あのー、中坂さんなんか眉毛眉毛サロンって2週間とか3週間眉毛伸ばしてから行かなきゃいけないんだけどさ。中坂さんの眉毛2週間はもう結構カオスなのね。 普通の眉毛2週間はなんかちょっと生えてるかなみたいなふさふさだけどコンシーラーすれば隠れるやくらいなのに中坂さんはもう眉毛一本一本の自我が強いからあのもう2週間とか無理なの眉毛2週間も伸ばすなんて無理で絶対に無理で。 あの本当に無理だからって言っていつも行きつけの眉毛サロンがあってそこはもう3日間くらい伸ばしてもやってくれるんですよでめっちゃ痛いんだけどそこの眉毛サロンはでも3日伸ばしてやってくれる眉毛サロンなんてなかなかないからあのー、そこのね眉毛サロンに行きたいんだけど結構今悩み中なのそ,うそんなに頻繁に行ってたのいや全然まだ2回か3回しか行ったことないんだけどさ なんかもう眉毛サロンに行くだけで結構気分が明るるくなるのよ痛いけどねとっても痛いけどそうだよ眉毛抜くんですよだからもう両目から涙が溢れ出てくるんですけどでもめっちゃ眉毛綺麗になるから行きたいのね <laughs> で今は絶好仕事がちょっと本当になくてゆったり習慣なので絶好の眉毛伸ばしチャンスだったから。 もう今めっちゃ眉毛が前髪で隠れてるからいい感じですけどな結構もうふっさふさなわけよだからちょっとね眉毛を整いに行きたいだから明日行くか悩んでます明日行かなかったらもう鉄の前に沿ってしまうのでもうダメなんですよそうだからね 眉毛行きたいですって感じ <laughs> そうでもなんか整えてもらっても結局もうさ次する頃には元の形覚えてなくてさ元通りにできないのうん若かりし頃の眉毛にするためにはもう34か月くらい伸ばさないと無理なんですけどなんかもうそんな無理だからそう 中坂さんは今結構本当五日が限界みたいな感じです。前髪に隠れてるから大丈夫じゃないの？でも最近本当に眉毛生え散らかしてるから一回整えに行きたい。えマツパも行きたいんだけどさ、なんか意外とマツパは行かなくてもまつ毛が綺麗なので最近マツパが完全に取れてまつ毛が言うこと聞くようになったんであピントがあった。 毛まつ毛そんなね調子悪くないから松葉はねいいかなって思いますもちろん行ったら人生は変わるんですけどあの何もない時に松葉に行くともったいないから何で <laughs> 私絶対嫌絶対嫌ですよ眠くなってきたので先寝ますだって「おやすみありがとうね」見てくれて 今日はいい一日になりましたか今日日いい1日だったんですけどなんか日焼け止めを塗った手でこう無意識にこう髪を溶いたらなんか日焼け止めが髪の毛に塗布されてめっちゃパサパサになっちゃってそれがすごい悲しかったです生誕前に行くとかそういうことあそういうことです生誕前とかコンサート前とか MV 前とかに行きたい松葉はそうするとこうギャンギャンがねそう タバカン重視なんですけどでもタバカンにするの結構大変なので <laughs> 今結構はい散らかしてますねよく見ると下まつもだから「てつな」があるけど「鉄つな」が終わったら中なかさかもしばらく何もないじゃん <laughs> 公演がマジでないの本当に出たいのにだからもったいないから。 公園だけほんとにお仕事もうちょっと本当に今結構ゆったり生活期間すぎてもったいないからちょっとまつげはちょっと自分でピンピンにします <laughs> 自分でピンピンにできるからねそう松屋でパーティーやばい髪にビビクリーム塗りたくっちゃうそれは分からん <laughs> それは分からんよそう ツーショット会とかありますけど今したらもうツーショット会の頃には取れてるんですよ松葉なんて1ヶ月しか持たないですからで1ヶ月経った後が一番ボッサボサになるのでだったらもうツーショットののに行くのがベスティですねイ <best> メンバーでまつ毛がピンピンな人はちゃんと定期的にツパに行っていたりまつ毛美容液を塗ってちゃんと自分でケアしてる方ですね中坂さんみたいにこうボッサボササの人は あの頑張ってるんですけど <laughs> 頑張ってるんですけどこれが限界ですゴールデンウィークはゆったりできる配信の日はなんかやりたいなって思ってます眉毛だけ金髪はどうあ皆さんはね中坂のことをね知らないですよね中坂さんはあの眉毛をどれだけ脱色しても色が抜けないんですよだからあの眉毛を金髪になんてあのもう美容室で使ってるブリーチ剤とか使わないと無理なの。 なんかもうメンバーに「かわいそう」って言われたんですよ眉毛をどんだけ脱色しても脱色できないから「なんか,かわいそうだね」って言われたんですよ。でくらい本当に長坂さんの眉毛とか髪の毛全部なんですけど本当に字が強すぎてなんか俺らは黒く痛いんだっていう気持ち強すぎて悲しい <laughs> なんか。 眉毛とかかの脱色って、まあ、大体10分から15分らが相場でそれ以上置くと、まあ、荒れてきたりするから置かないでくださいって言われるんですけど中坂は20分置いても色が抜けないんですよだから30分から置かないと色が抜けないからなんか2日に分けてやるの1日目20分2日目20分でやっと人が15分くらいで抜ける色が抜けますやばやば <laughs> そう強いの裏山ということでね 黒髪中ちゃんとしては最強かなって感じですね <laughs> そうままさかさんもパパサカさんパパサカさんはなんかマジ毛弱弱 <laughs> ママさかはママさかのおじいちゃんが眉毛強々だからそう中ちゃんが一番のマシンガントーク今めっちゃマシンガントークしてますよね 戦略が必要なんですねそうなんですよだからあの中坂さんは結構結構頑張ってるんですよ <laughs> 可愛くなるためにそう眉毛サロ毎回言ってたら形整ってきたいやすごいなんか定期的に行けるほど眉毛が伸ばせないんですよやっぱ5日間くらい休みがあると伸ばそうってなるんだけどそれ以下だとあの無理なんだよね切っちゃうから切っちゃうじゃない反っちゃうからそう パパ坂さんの毛弱々は心配になっちゃいますなんか薄くなってきてるかもしれないですねそんな感じはしないですおでこは確かに広くなったかもしれないです、ね、はいなので明日気が向いたらまつげ、ま、パーマ眉毛サロンに行きたいと思います でも髪伸ばしたいし髪切りたいしみたいなそんな感じでも行きたいところいっぱいあるから今ちょっと休みを見つけて行きたいないろんなところにって思ってます眉毛サロンも。 まあ結局5,000円くらいするのでそんな頻繁にはいけませんそう感情が忙しそうネイルしたくなるけどなんかネイルしたいなって思うけど今本当に手,手が結構ボロボロで痛々しいのでできないやってなってるしマツパも行きたいけどいや今じゃないなってなってますね 成人式に向けて髪を伸ばすかはすごい悩んでるんですけど多分ボブのまま行くと思います今日会ったお友達は5月が誕生日の方ですか違います5月が誕生日の方私の友達にいたって紹介したことあったっけエクステはつけたいなって思ってますどっかのタイミングででも基本的に割とずっとボブでいると思います 女の子はお手入れ大変ねでも可愛くなるとテンションが上がるのでまあいいお金の使い方だなとは感じますねボブ可愛いよありがとう,そうボブの着物も可愛いですよねボブ可愛いよね絶対結構ボブってずっといたいです 今リバイバルしてる1年前の公演ではもっと髪が短かったよそう今だって伸びてるもん1月に最後に切ったので普通に3ヶ月切ってないから今理想は <laughs> こんぐらいにしたいの切りたいんだけどそう最後に切ったのは1月の中旬です姫たんの生誕祭の日に切りに行きました リバイバルの重ねた足跡のツインって中ちゃんが可愛くてびっくりしたところでしたでもエクステとかつけたらなんかせっかくだからもいろいろやりたいなって思ってます前もっっってて切ろうって決めめる派めっちゃショート衝動です <laughs> あのこの前もめっちゃ衝動で「あさって髪の毛切りに行っていいですか?」って <laughs> マネージャーさんに聞いたんですけど「ちょっと一旦確認します」って言われて。 ちょっとまだ確認してもらってる最中でまだ切ってないっていうマジで衝動急に来るのあ髪の毛切りたいかも特にこの時期この肩に当たって外はねする時期はすぐ切りたくなります生誕祭前に切るかは悩みます私はもう気持ち短いくらいのパッツンボブが好きなんですよだからその長さだったら切るかもしれない今は鎖骨くらい ここが鎖骨なんですけどピンピンで伸ばして鎖骨届かないくらいです <laughs> 鎖骨な、鎖骨なさすぎて悲しいね <laughs>、はい、はそう急に降ってくるそうなんですよ 声のポジションとか覚えてないけど中坂さんは後姿で分かるようになったえっしいありがとうございますえツインテールはねできそうなのよかわいいめっちゃボブにしたのは去年の4月ですそうリクルートスーツ持ってないです 誰ののヘアスタイルを参考にしているのい最近あのなんかロールモデルを決めると人間って可愛くなるらしいからロールモデルを決めようと思ってあの全然程遠いんですけどあのボブで可愛い方をこう探してた時にあのめちゃくちゃもう「天と地月とすっぽん」くらい差があるんですけどあのミーアイの石井蘭さんがもう大好きすぎるので最近は石井蘭ちゃんの髪型を公園でやったりしてます。 そうマジでお顔大好きすぎるので、あのー、あんなにスタイルが良くて可愛いランちゃんみたいになれるようになりたい気になる方はぜひ調べてみてください そうミアイっていう最近本当に1週間くらい前にデビューしたばっかりのアイドルグループの方なんですけどめっちゃ可愛いのでボブで可愛いからその方の髪型を真似して公演出たりしてます <laughs> そう見てきた長澤サータンくらいだったそうでも髪の毛のレパートリーがすごく多くて可愛いいんですよあ見てきた方いっぱい。 そう、でもう大好きお顔が大好きであのダンスがめっちゃ上手くてお上手で <laughs> そう 今配信してるメンバー6分の5チームエスやった素晴らしい素晴らしいやっぱショールーム楽しいからみんなしちゃうよねうわそう明日は何着ようかなって毎日考えてるんだ何でもええやろうっていうねジャージでもええやろうって感じですジャージにしようかな明日はゆったりジャージがいいよねみゆちゃんもダンスがお上手では あのちゃんのダンスがお上手のもう100倍上手もうすごいんですよなんかうん綺麗キ,キ,キレイキレイみたいなもうすごいのでだからそのパフォーマンスもすごい好きでなんかアイドルとしてめっちゃ尊敬してます。 須田,さん須田さんからはこの洋服だけですけどとっても大切にしてます東京なのかな韓国とかにいらっしゃるアイドルさんかもしれないその中ちゃんのダンスは上下に挟むのが特徴的なんかドタバタして見えるってよくまあまさかに言われます 最近 S キー以外を見る余裕がない S キーだけ見てくれてればいいんだよ最近の声見てて中ちゃんのターンの顔の向き首の向きが好きすぎることに気づいただって、えー、すごい注目ポイントが可愛くて嬉しいですそんなところまで見てくれてありがとうございますそういう情報はメンバーからですか中坂さんは TikTok で出会いました石井蘭ちゃんにはあアンダー23ん国ボレオブライアン選手でしただって めっちゃさすごいさなんかいい日本語が見つからないからめっちゃ上から言ってしまうんですけどすごい評判よ,よい方ですよねあーすごい失礼ですねごめんなさいなななかかちゃんん。しし見てませんショールームお休みしたくならない。基本的にはならないですもうなんか朝の5時から配信しなきゃいけないみたいな時にはならないんです <laughs> そう う今サッカーがしたくてしたくてうずうずしてます朝5時でもいいですよこっちがこっちが起きれない,いんです5時は結構つらつらちゃんです 20m は決めれないかな 配信しないとそわそわそわ,そわ日の出配信ですね確かに5時からだったら日の出配信できるのかそっかうずうずじゃなくてあずあずや <laughs> あずあずー大好き5時なんて私がようやく寝ようとする時間5時に寝て何時に起きるの ?5 時に寝るはすごいすごい本当大尊敬しちゃうサッカーがサックルに聞こえて SKE 病が重症 でもサッカーがサックは聞こえるんよ、本当に。中坂さんはどんなものをコレクションしてるのこ,こ、こんなものです。こ、ね、れ結構やばいよね。こんなものをコレクションしてます、最近は。 ミッションのためにいろんなルームに行きますがたまに綺麗な子がいてビビりますということででも中ちゃんに戻ってきたくなるってことですか10時に目が開いてれば仕事に間に合う在宅民なのよあめっちゃいいねでも5時間しか寝てないじゃん眠また増えたようなえ増えてないよここは増えてないこれでもうだって限界限界まで入ってるもんこれひっくり返しても出ないですか限界すぎて こ,この辺結構すごいけどこれやばいねこれ,これもでもそんな,かなんかもう全部やばい掃除して全部やばいこれこれがすごいお気に入りボックス見せないけど そうガチャのマスコットは結局コンプリートできなかった8種類くらい足りない12種類で限界でしたもうガチャが見つからなくてこぼさないです <laughs> そう収納上手でしょお菓子みたいそうこれがもうあと2ケースありますこのこのケースがね全部入ってるとは言ってないけどこのケースがあと2つあります これだって皆さん知ってる方が多分入ってるのもあるよなんか昔のねレジェンドカードみたいなのがあってそうこれ本田圭佑選手のカードなのそうこれをこれはなんかカードパックみたいなのでゲットしました あとは全部あのオンサイトカードっていうちょっと1枚の価値がすごく高いカードです、うん、はいそうこれあれですさっきのレジェンドカードみたいなやつは福袋に入ってたんですよ <laughs> スケートレカーもうめっちゃ持ってる箱でほんまに短期間でサッカーにハマったよね誰かこのこの沼から引きずり出してほしいにゃんちなみに茨城には10万円ガチャがあるらしいで10万円ガチャ何が当たるんですか何が当たって何が外れなんだろう10万円の外れって何えりーなちゃんのパパは出なかったんですよ結構狙ってたんですけどね はい、オンサイトっていうカードが、まあ、枚数を言ったら使った金額がバレるのであんま言いたくないんですけどたくさんあるんですけどこれこのカードすごいんですよ何がすごいかっていうといやなんかこのカードは何枚かに1枚でサイン入りなんですよすごくない反射しちゃうんだよねフィルムに入ってるからさ。 ほらこれサイン入りですすごーいだからなんかサイン入りが出るって聞くとなんか引きたくなっちゃって引いちゃう <laughs> これがあれですねよくない <laughs> そう FC 岐阜に関してはサッカーの内容よりも八め村と応援隊でてハマる人が多いみたいででも FC 岐阜のサッカー私結構好きですけどね今年マジで開幕戦見に行ってから岐阜熱高まりすぎて FC 岐阜楽しいにゃんって感じ早く見に行きたいそうサイン入りは引きたくなるでしょう劇場でトレック買ってしまうオタクと同じ気持ち 劇のり方と同じやんっていうことでねそうこれを引いちゃうんですよえへんあだからみゆはコレクターなのとにかくなんか今はほんとに推しがあのいないんですけど推しがいなくても集めることは大好きだからもうとにかく集めちゃうのう FC ギフどういうど,どういう作家 fc 岐阜は私が見になんて開幕戦見に行って受けた感想はもう超攻撃型サッカーというか、もうとにかく点を入れまくる。サッカーだったんですよ。だから。その得点力が今年は岐阜あるなって思って。すごい。開幕戦を見た時はすごい。ワクワクしましたね。 ただ、のこの前のテゲバジャール戦とかまあそのちょいちょいちょい前まあ大宮戦くらいからちょっとあんまり調子が良くないみたいなんですけど大宮戦大宮戦かな調子が良くないみたいなんですけどま,あまだ負け2なのでそんなネガティブになる内容ではないんですけどまあちょっとね気は抜かずに次は杖ン頑張ってほしいなって思います。 J リーグチップス発売してたらよかったのにねということでそんなん発売されたら私プロ野球チップス全然プロ野球興味ないのにコレクターだからもう年間で結構バゲモン買ってたしあのねその時代見てくれてるファンの皆さんならわかると思うんですけどマジでバゲモンくらい買ってたわけよ。 一ケースちょい買ったから、一ケースちょいとか全然買ってないやんって思われそうなんですけど、一ケースちょいくらい買って、もうカード、なんかファンの人がもうなんかプレゼントとかで送ってくれてたから、もう結局100枚弱くらいあるの <laughs>。だから、本当にダメだよ、そんなの発売したら集めちゃうから。 制限はでも J、two からやってきたので、あの気は抜けない相手ですね。そう。<coughs> そうポテトチップスはパパサカとママサカが食べてくれます。 そういういい人がいるから発売すするんんででとということでなんかスペシャルボックスとか買ってないですあの中坂さんのよく買いに行くお店にマジで私しか買わないんじゃないかというくらい置いてあったからもう全部買っちゃったの <laughs> <laughs> だからそうめちゃめちゃいっぱいあった2 0 2 0 2 0分ということでじゃあ今日は30分になったらエンディングにして、ね、40分終わりにしたいと思いますはい 買い占め大好きですから <laughs> よくでもめっちゃちょびちょび買ってたんですよ5パックずつくらい買ってたんですけど誰も買ってない気がしたので1週間くらい通っても1週間5パックはちょっと多いねそんな買ってないですけどだからちまちま買ってたけど誰も買わなさそうだったから全部買っただけでそう全然ですガンバ大阪が J リーグ初制覇した時に売れたんですね驚きました2005年生まれです あのチップスがまたうまいんだよ。え、そうなんですよ。マジで美味しいんですよ。<laughs> 箱でレア確定とか言われると買い占めちゃうよね。買い占めちゃう。なんかな、なんかくじとかもそうで、なんか。くじプラはないんですけど、なんか他のくじサービスだと、なんか何十連で。得点これつきますとかあるんですよ。 それもうやばい得点のために引いちゃうもん <laughs> あもうどうしよっかってなりながら <laughs> ポチポチポチってなっちゃいますね <laughs> そうあそうそうやっぱみんなと同じ気持ちを持ってるのかな岐阜の家にはもう買ってますよもちろん今年。 私はね、誰のなのでしょうかって感じですけどそう <laughs> みえちゃんも頑張って稼がないとということで <laughs> あの中坂みえちゃんはあの自制できないのであの来月からあのままさかさん管理になるんですよ ままさかさん管理になるっていうかもう管理してもらうことにしたの使っちゃうからだから来月からあのお小遣い制です <laughs> 今更ね高校卒業したこのタイミングで来,来月からお小遣い制 <laughs> そうだから決めたのままさかとめっちゃ相談して。 なんかこれに使っていいお金は1ヶ月何円までこれに使っていいお金は1ヶ月何円までこれに使っていいお金は1ヶ月何円までって全部決めたからはいあのー、来月はからはたまっていくと思いますお金が <laughs> そう お小遣い <laughs> そう今更ながらお小遣い制に戻りました<う>初めから「でも聞いてほしいそうしておくべきだったかもね」って言われるんですけど中坂去年まで去年まで ?2023 年になるまでマジでお金使わない人だったんですよ。 マジでお金使わなかったお洋服も,もうほぼ赤のれんさんで買ってたからお手頃で住んでたし化粧品とかにもなんかデパコスとかも買えなかったから買えなかったっていうかデパコスの空間に行けなかったからなんか去年くらいからもうサッカーにもハマって美容にもハマってお洋服もなんかちょっと高いのたまに買ってみたりしてみたいないろいろ去年から始めちゃったせいでもう去年が本当に大暴落みたいな <laughs> 大暴落しちゃって。 だからあので中坂さんは通帳はままさかさん管理なのであの引き下ろすとバレるんですよ全部であのさすがにねおごられました <laughs> なのであの来月からはこうお小遣いの中でうまくやりくりして生きていきたいなと思いますだから横浜なんて絶対に行けない気がする もううコレクションできんやんやそうなのだからあのコレクションしたい時はママさとか連れてってママさに引かせる <laughs> なんかこれはたまにやるんですけどあのー、こうグラブグランパスに行ってガチャガチャやる時とかあるんですけど「ままさかもやってみない?」みたいな「まマさかが引いたらいいの出るかもしれん」とか言ってまま坂のお金でやらせるっていう <laughs> これも結構作戦ですはい。 坂さんは元気ですか、ね、最近あのなんかカメラをそもそも使う場面って日常的にないじゃないですかで撮りに行きたいなとは思ってたんですけど本当になくてカメラを使う機会がねであの最後にカメラを使ったのがもう開幕戦とかなんですよだからもうマジで写真撮ってないから絶対今充電もないしそろそろサッカーを見に行って写真を撮りたいです。 そう。<laughs> そのために横浜でお仕事を取ってこようやばいままさも意外とノリノリで弾いてくれるんですよママさカさんはママさカさんもなんかそのグランパスにあの推しを無理やり作らせたんですよ私がえ「推し作ろう?」みたいな <laughs> 言って無理やり推しを作らせたからママさカさんもこう推しが出るかなっていう気持ちでちゃんと弾いてくれるので、ね、すごい。 嬉しいです内緒ですそれは桃坂さんのプライバシーなので <laughs> そうゼネラルマネージャー推しとかそれは渋くていいですねなかなかいいセンスしてますよね。 社長も渋いですねどのポジションの選手内緒です言ったらだいぶ狭まっちゃうからねミッドフィルダー以外だいぶ狭まっちゃうよ <laughs> 将来マ,マンション買えちゃうんじゃん <laughs> 中坂さんそんな稼いでると思われてるもしかしてえへへへへ 家族と一緒にスタジアムに行くときもあるのないです。あの、基本的には一人が好きなので一人で行きます。でもう、あの平日ナイターはままさかさんとか平日ナイターっていうか、ナイターはままさかさんについてきてもらうときもある。岐阜とかはあのマジで帰れなくなるときがあって、たまに迷子になっちゃって。岐阜は何回かついてきてもらいました。2回くらいでも。 トヨスタはまだ一緒に行ったこと一回もないですそうでもトヨスタ行ったことないけど長良川の長良川の名古屋線を見に行ったので一応名古屋も見たことあるよみたいな感じです私なんかなんやかんやでダゾーンで見てくれてる <laughs> そうどの辺の座席で見るのが好きなのの見るのが好きな座席はロイヤルシートですねもう一番いいあのー、ロイヤルシートえぐいからマジで <laughs> なんか頻繁には見に行けないじゃん当たり前だけど。 でもやっぱこう非日常感がすごい味わえるので私は結構ロイヤルシート好きです全然行かないけど <laughs> サッカーのチケット安くていい場所にもよりますけどねお手頃な価格で見れる席もたくさんありますから。 日立大と三ツ沢で見れば三ツ沢で見れば非日常感行きたいんよ本当にロイヤルシートはあのメインの真ん中らへんの最前で見てくださいもうやばいから私マジベンチ裏で見たことあるんですけど一回やばかった本当にやばかったあ幸せって思ったもん <laughs> なんかマジですごかった ですでは終わります終わります猫さんハートハートピンクさんハートインコさんピカピカハートひよこさんハートバレンタイン中坂さんピカピカ猫バイクさんピカピカバイムシェラスカルさんハートハート おばけさんハート、もほもさん、ピカ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 、ルンルン猫さんハート、トートイサギさんかわいい、ウキさん、だるま、みじんこさんハート、バイク猫さん、えらいピンクさん、タラーのオープン、バイク猫さん、応援してる、ガロウさんハート、パンダさんハート、みじんこさんハート、パンダさんハート、メイドメロンさんかわいい、結婚して、ズンダマンさんハート、センター系女の子さんハート、バレンタイン、中坂さん、ライフ、水色のサイロム、ムムムーサギさんハート、ルンルン猫さんハート、ヒヒンさんピカピカ、クロミちゃんさんハート、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 ミジンコさん、ピカピカ。 ぬぬ、えー、んん猫さんライフおばけさんピカピカ、えー、バイク猫さん結婚してえー、なんだこれはマスクさんハートメイドメロンさんポップコーンタラララの音符センター系女の,の子さんインエライ <laughs> ピースさんハートルンルン猫さんピカピカピースさんハートハートマスクさんハートセンターけ女の子さんポップコーンお化けさんポップコーンメガネさんハートピースさんハート世界さんハートピースさんハートハートメガネさんハートハートピースさんハートハートズナマンさんハートエゴさんピカピカマスクさんハートピースさんハート自転車ラスカルさん偉いピースさんハートウサギさん結婚して ピースさんハート、エゴさんピカピカ、センターキャナナコさんハート、ピースさんハート、自転車ラスカルさん、ピカピカ、ウサギさん、ポップコーン、えカラダンシングさんハート、エゴさんピカピカピースさんハート、ウサギさんピカピカピースさんハート、ルヌネコさん、結婚してピースさんハート、ウサギさん、レインボー、ジテンラスカルさん、タラランの音符ピースさんハート、ハート、ハート、シロのクマさん、ピカピカピースさんハート、えビジンさんハート、ストルベリーニャンコマカロンさんハート、センターキャナコさん、ピカピカルヌネコさん、お花 ええモフモフさんピカピカ白のクマさんえらいルンルン猫さんハートありがとうございます他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございます。イエーイありがとうありがとうございます。ということで今日もたくさんのギフトありがとうございます。イエーイ。 すごい今日もたくさんありがとうございます今日なんかすごく滑舌がよく読めました拍手ということでええー、桜の花びらがなんか折れ曲がってる教室の窓辺にはうららかなひだまりではランキング読みたいと思います今日の中身は73位はでけでけでけんで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 バーン、えー、消しゴムのアバターのうんさんですありがとうございます ありがとう。では続きまして二十から読みたいと思います。いきます。せーの、せーの。センター派遣女の子さんお布団が変わってる。 えカピバラになってるやん。センター分ーケー、女の子さん、カピバラさん、ドラゴンさん、マスクしてる、クロミちゃんさん、ピンクさん、ミズノサレムブ、ブンブウサギさん、シャコウキドグさん,ん。ありがとうございます。イエーイ。ありがとう。<laughs> では、続きまして、20位から読みたいと思います。あ、間違えた。13位から読みたいと思います。13位。さあ、ありがとうございます。メイドメロン。お帰りなさいませ。ご主人様。12位。さあ、ありがとうございます。トトヨサギ。 ピンピン11位えー、11位はふふさありがとうございます白の鳥クワクワクワ <laughs> 10位ふふふふふふさありがとうございます波乗りラスカルルルルルルル位ふふふふありがとうございますシャー 8、<laughs> んふんふん、さありがとうございます。バイク猫コ、ボン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 、えー、位 <laughs> さにゃーん。え、ない、んふん、さありがとうございます。もふもふ、もふ。6、<laughs> んふん、さありがとうございます。ぴょんぴょん、さき、カリ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 五 <laughs> 位ふ <laughs> んふん、さありがとうございます。ルヌネコ、ルヌン,ン,ン,ン、ルヌ、にゃーん。4、<laughs> んふん、さありがとうございます。ストライク、アウト。

ということで今日も皆さん配信を見ていただきありがとうございましたコメントしてくださった方星ギフトを投げてくださった方もありがとうございました後半はサッカートークしかできなくてすみませんこの後23時からアンダー2 3日本代表の試合がありますのでよかったら皆さんもぜひ見て応援してください今日勝たなかったらオリンピックいけないのでみんなで応援してオリンピックへの切符を絶対につかみ取りましょう お疲れ様でしたかわちいいから許そう楽しかったよ配信ありがとう明日もゆっくりしてね皆さんの優しい言葉がね心に刺さります本当にありがとうございます今日の3連単予想はでけでけでけで2537ですバーン3月かかった25が弱かったたが弱意外とということで皆さん今日もありがとうございましたこの後28時間アーカイブ1本見ますということで28時間テレビのアーカイブもね皆さん始まったみたいなのでよかったら見てください ということで、終わりたいと思います。明日は何するの明日はとりあえず眉毛サロンに行きたい。<laughs> ということで、3867盛り上がりありがとうございました。明日の配信も見てね明日もゆる配信ですせーの、ばいちゃーじゃんけんぽんあっち向いてほい今日の合言葉は、あ、またピース出しちゃった。今日の合言葉は、節約バイバーイバイバーイ おやすみー、みんなおやすみー。バイバーイ。